式場のトリノス2008年北京オリンピックの開会式は2008年8月8日午後8時8分8秒から北京の北京国家体育場で行われた北京オリンピックの開会式。日本ではこれを NHK 総合テレビジョン及び NHK 衛星第一テレビジョンにて生中継し総合テレビの開会式平均視聴率は37.3%で 1964年、東京。1984年、ロサンゼルス。1972年、ミュンヘンに、ついで、歴代4位の高視聴率となった。2006年、北京オリンピック組織委員会は2004年、アテネオ,オリンピックの閉会式での引き継ぎ式でも、総監督を務めた、中国人映画監督の張芸帽を、チーフディレクター、振付師の張昌光と、陳正哉を、 アシスタントディレクターに選定した。コスチュームディレクターにはアートディレクターの石岡栄子が、ビジュアルディレクターには中国出身の現代美術家の西国教がそれぞれ起用されている。同年、スティーブン・スピルバーグやクイン・シー・ジョーンズらを芸術顧問として選定したが、後にスピルバーグらはダルフール紛争に関する中国政府の姿勢に抗議して芸術顧問を辞任した。 中国国旗を運ぶ中国構成各民族の衣装を着用した子供たち午後7時56分に競技場のスクリーンに古代中国の人形の映像が現れると照明は落とされた。その後電飾付きのホトギと呼ばれる中国古代の打楽器2008台を用いたカウントダウンが始まった。缶は正方形であり叩くと取り付けられたセンサーと LED によって 発行するようにできている。それを1004台ずつ、5番状に並べ演奏者が叩き発行させる。開会1分前になると、1004台の間からなる2つ長方形が、演奏者の演奏による発行によって、まるで電光掲示板のように、60、50、40、30、20、10とカウントダウン。10秒前からは、10、10、9、9、8、8、 7、7とアラビア数字と関数字兵器でカウントダウン。1、1が表示された直後に開会を告げる花火が打ち上げられた。その後カウントダウンをした2008人の奏者は、缶を打ちながら、ありともじ遠方来るふまたらくかと昭和し、万宝の品格を歓迎した。そして、巨人が国家体育場に向かって歩いてくるという演出で、 北京市外の上空に29歩の足跡をかたどった花火が打ち上げられ、会場からも多数の花火が打ち上げられた。また、ヘリコプターからの生中継として放送されたものは、実際には以前に撮影されていたものであった。この後、ワイヤーワークで飛天に噴したスタントマンが浮遊する中、競技場の床には輝く五輪マークが出現し、さらにそれが中空に向かって釣り上げられた。 その後、9歳の少女タレント林明史による中国で、著名な愛国家、歌唱祖国の独唱に合わせて、中国構成各民族の衣装を着用した子供たちが、中国国旗を慶応大前に運び、中国人民解放軍の議場兵に引き継がれた後、中国国家演奏、清唱、中国国旗慶応が行われた。引き続き、中国の歴史、発明を、 主要テーマとしたアトラクションが行われた。アトラクションで演技をする女性たち開会式のアトラクションは3時間以上に及んだが、そのうち美しいオリンピックを題材にした演出は後半1時間ほどであり、その大半は中国の悠久の歴史とその中で育まれた特色ある文化と人類史に残る発明を紹介するアトラクションが豪華検討に展開された。まず、 超芸妄監督は中国の数ある発明のうち紙に着目し、これを聖火伝統を含む開会式の軸とした。まず会場のスクリーンに紙好きと筆作りの様子の映像を流した後に競技場に古事の演奏家と巨大な紙の巻物が登場。それが開くと国衣のダンサーが華麗に踊りながら紙の上に袖を筆にして、 山水鉱山図と題する山水画を描いた。その後、孔子の門弟に噴した3000人が現れ畜巻を、札にした巻物を広げ、司会の内見な兄弟なりと論語の一節を朗唱し、再び全世界の人々の来訪ことほいだ。彼らが去ると、山水画は巻物から引き下がり、巻物があった床が開くと、活版印刷の巨大活字群が登場した。 活字一文字一文字の中に人が入って上下することで、反面は海面のように波打ち、その左右に、金文、商店、会所で和の字が表示された。さらに、活字軍によって万里の頂上が築かれると桃の花が開花し、オリンピック精神である平和をアピールした。そして最後に、活字の上面つらに相当する部分が開き、 活字軍を動かしていた人々が顔を出すことによって、機械等で活字軍を動かしていたのではなく人力であることを強調した。続いて、狂撃の孫悟空に噴した多数に囲まれて豪華な舞台が登場し、舞台上では操り、人形による狂撃が演じられたほか、担ぎ上げられた山水画の上で絹の伝統衣装をまとった女性が優雅な舞を見せた。この絹の登場から、 シルクロードの東西交流を紹介するアトラクションが始まり、巻物の LED のスクリーンには、東山山やバッコー窮屈の映像が映し出された後、巨大なオールを持った青年たちが登場した。彼らがオールを立てると、そこには中国のジャンク船のイラストが現れ、海のシルクロードの紹介へと移った。巻物には青い海と、青い付けの陶磁器と茶の文字が映し出された。 その後巻物には当時の世界地図が映し出され、一人の髭のない男が登場し、おもむろにたかだかと羅針盤を掲げた。このような絢爛たる歴史絵巻が演じられた後、絵巻の上で根曲の役者によって、とう、そう、もの各時代の名作の触りが演じられた。この後現代に題材は移り、 中国のピアニストローアッキラと少女によって白いピアノが連弾されると、会場上,上空に少女によってタコが飛ばされ、それを動機に緑のオリンピックへとテーマは移った。天を縁、地を方形と考え、柔らよく、豪を制すの理論による自然崇拝の精神のある太極拳の演舞が行われると同時に、李白の詩の一節、飛竜直下三千尺、ギゼ銀カラク九点が、 競技場のスクリーンに映された。アトラクションの最後は、会場地下から地球を表した巨大な球体の造形物が出現、青と緑の地球の様子を映した後赤く輝いた。ワイヤーで釣られたスタントマンたちがその表面を歩いて見せた。さらに競技場を囲むスクリーンには、世界中の子供たちの笑顔が映し出されたほか、世界中から集めた子供たちの笑顔の写真が、 プリントされた2008本の傘が開かれた。球体の上部の特設舞台で、旧巨大役として出演した、リューカンとサラ・ブライトマンが、北京オリンピック公式テーマ曲、我がはオデュエットで歌い、アトラクションは締めくくられた。続いて、オリンピック各国代表選手団が入場更新した。この時、アトラクションで制作された巨大山水画は 選手が通過するトラック上に置かれた。各国選手団は山水画の上を通過する直前に五色の砂を足底につけて更新することになっており、モノトーンの山水画が入場する選手団に踏まれることで鮮やかに着色されるというフットペインティングが行われた。参加国選手役員の入場更新は IOC の規定に従い、 古代オリンピック発祥の地で1896年に第一回大会を開いたギリシャで始まり、開催国の中国が最後であった。規定上その間の順序は開催国の言語に従うとなっており、国名を中国語表記した時の画数順となった。このため、日本は23番目となった。シドニー、アテネとに大会連続で続いていた韓国と、 北朝鮮の合同行進は今回は行われなかった。また、日本の代表として出席した福田総理が自国の選手に立って手を振らなかった。福田総理は開会式前も選手村でせいぜい頑張ってくださいと激励の発言をしており、これと合わせて立って手を振らなかったのは、うちの総理大臣と北朝鮮の代表だけだった、総理大臣がかける言葉と違うと思うと批判の声も、 上がった。選手入場の後、選手団のフットペインティングによって完成された、山水画を絨毯とした演壇に、隆起北京オリンピック組織委員会会長とジャックロゲ、IOC 会長が立ち、挨拶した。隆起は、中国でのオリンピック開催は100年越しの夢でしたと1908年の中国の英字新聞、天津青年のコラムに言及した。 ロゲは挨拶の後、古近と国家主席に開会を宣言することを要請。これを受け、古主席による開会宣言が行われた。続いて、五輪機が中国のオリンピックメダリストやエベレストに初めて登場した中国人女性などによって運ばれると、人民解放軍議場兵によって形揚され、子供たちによるギリシャ語でのオリンピック参加の演奏、選手、 審判先生などが行われた。選手先生は、超異名、審判先生は、ファン力大らが言った。最後に、聖火ランナー8名によるリレーと点火が行われた。8月9日午前0時過ぎ、最終聖火ランナーのリアス氏が登場し、ワイヤーで上昇した後に、会場最上部の壁面に沿って聖火台へ向かう、形で一周した。 木はそれまでの聖火リレーの様子と聖火のトーチなどにあしらわれた将軍の紋様がディアス氏を覆う形で壁面スクリーンに映し出され、あたかも最終ランナーが鳥の巣の上にぐるりと巻物を広げていく演出がなされた。そしてその巻物の端に当たるように見せた紙をくるりと巻き貝のように巻いた形の聖火台がスポットライトによって姿を表すと、 ディアス氏がその下部に設置された点火ポイントから、導火線上の筒を通して、成果を点灯した。同時に、北京市内各所で、花火が打ち上げられ、約5時間にわたる、開会式は終了した。開会式当日、会場に向かって、雨雲が接近しつつあったため、夕刻以降に、中国当局は、8日銀を含んだ小型ロケット1104発を、 市内21カ所から発射し、海上上空に雨雲が到達する前に、郊外で人口降雨を起こし雨雲を消滅させた。入場順は、ギリシャ、中国を除き、中国語の標準漢字による、各国国名の最初の漢字の画数の順番である。最初の漢字の画数が、同一の場合は中国における漢字部首の配列順による。なお、中華人民共和国は、 中人民共和国ではなく中国表記であった。各国要人席でアメリカ選手団に手を振るジョージ・ W ・ブッシュ大統領とローラ夫人100人を超える国家元首首相各国要人が開会式に出席した。開会式に出席した国家元首の数はオリンピック史上最多となる。これらの他に皇太子外務大臣 与党総裁などが出席した国も多く、イギリスのトニー・ブレアやドイツのゲルハルト・シュレーダーのような首相経験者も出席した。開催まであと10日となった2008年7月29日、韓国の SBS テレビが北京五輪メイン会場である北京国家体育場で実施された開会式のリハーサルの模様を特段値として、放映、国家体育場前にいたキャスターが聖火台への 点火場面を説明するなどし、本来は10人程度しか知らない、聖火台の形まで漏れることとなった。この映像は7月30日には YouTube にもアップロードされ、最高機密でもある開会式の様子を放映したことで、一部の中国サイトでは韓国が強烈に非難された。SBS は7月31日に組織委員に正式に謝罪すると,とともに、ウェブサイトに掲載した。 関連映像も削除したと弁明した。この一連の映像漏洩により、北京オリンピックの放送を主観する、北京オリンピック放送有限講師は8月6日、SBS に対する制裁として、開会式中は、スタジアム内への自社テレビカメラ持ち込みを禁止する措置を取った。ありがとうございます。